ここは私が、はい、小学校、中学校、高校までインチョンで通ってたんですよ。ここたまに買い物しに来たりしてたんですよ。まだあるっていうのがなんか不思議で。いや、あるだろう。そうですね。いや、なくなんないだろ、この規模。でも、本当もう懐かしい。友達たちと来て、なんか食べたり買い物したりしてたんですけど、そんな時があったんですね。その時はこう結構なんか盛り上がったんですけど、今そこまでなんか、そうなんですね、人がいなくなって。そうですね。見た感じは元町とか、あ、高校生か。あ、いや、高校生は行かないけど、ストリートの感じは、ああ、元町みたいな感じですよね、横浜のとか、ちょっと原宿っぽい。あ、ここ、原宿も、でも人もっといますよね、原宿だと。あ、そうです、ですよね。だから人の感じは、はい、元町。次ここでちょっと食べたいなと思って。あ、これ最近流行ってる、ヘビーだな。次はここ、エッグトラップ。エッグトラップ、イエーイ。デジャートデジャート、まあ、母とかトーストなんですよ。あ、トースト。え、デジャートって言ってたじゃん。私としては、デジャート感覚なんですけど。感覚何これは。朝ごはんで人気なんですか。朝ごはんとか、そうですね、まあ、トーストとして新しくなんか できたお店みたいで、今チキン食べた後だ。私が一回食べてみてください。あ、最近すごく人気のお店らしいですよ。はい、どうします、食べてみます。ちょっといいっすね、ゴッ。どうですか、デジャートとして。デジャートすごいですね、韓国のデザートってこんなパンチあるんですね。あんまね、これデザートっておかしいやろ。アイスクリームとかでしょ。おかしいでしょ、すごいな。これだよ。デジャート、チキンの後のデジャート。そうそう、完璧。ストローなしでいいです。いいですよ。あ、美味しい。すごい。見た目どうですか。なんか甘そうですよね。でもさっきあのすごくガーリックのガーリックの匂いがすごく。卵とマヨネーズとハムとチーズが入ってる。うん。新しい味だね。美味しい。美味しい。なんだろう。パンサクサク。パンサクサクで柔らかい。柔らかい。うん、めっちゃ柔らかいね。なんでみんなにおすすめされたかわかりますか。これね、これまたね、甘さと、この卵焼きの甘さと。あれだね、ガーリックか。そうそう。なんかうまい。何の味なんだろう、これ。卵のボリュームがすごい。卵がね。うん。そして熱々なのがわかる。これ冷めたらちょっときつい。卵もちょっと甘さありますね。甘い。卵めっちゃ甘い。流行ってるらしいんですよ。あっ、このあれだね、こんなすごい卵のこれもそう、ね、フレンチトーストのデザートだよね。朝ごはんとしてどうなんだ。朝ごはんとして重い、スーパー重い。昼ごはん、昼ごはん
うん、昼間ちょうどいい、ちょうどいい、うん、もううまいから、うん、食べれますね、うん、うん、お腹空いてきたまだあるトーストという元々のトーストのチェーン店があるんですよ。それをこの間食べて知ったら、最近これが一番人気っていう。あれ、もう食べてみてくださいって言われて。でも今は誰もいないんですよ。これやっぱ何時に食べるんですかね。場所は多分そこまで人がいないのかな。ああ。うん。チェーン店だから全国にあるから、味が軽い味ではないです、うん、すごい甘みとかさ、そう、すごいマックスミックス、うん、マックスミックス、だから美味しいのかな、うん、美味しい、食べるの早いですねあー、これで食べればよかった、フォークでうん、これは汗かかりません。でもやっぱり最後の一本食べば行こうと味がちょっと濃くなってきます。濃くなってきます。もうね、具がね、なくなっちゃうから、最後濃くしてて、うん。そういうこと。そう。そう言ってた。あ、そう。まあ、軽かね。うん、決して重い。デザートなのこれ。デザート感覚で。あ、感覚ね、感覚。ちょっとフィーリングが合わない。次はそしたら本当に軽いものを食べてみましょう。デザート。今回はデザートグルメです。すみません、さっき食べたらあかんじゃん、食器ではないんじゃないおやつコーヒーがうまい、コーヒー美味しい、日本にもトーストあるんですよね、トーストありますよ、どんなトースト、米田コーヒーとか、米田コーヒーあれも結構重いですね、重いですね、あっちり系ですね、パンは、うん、でもトースト屋さんっていうのはない、家で食べる、あ、家で、うん、あれさ韓国だともうこういうのもあるんですけど、普通にあの屋台あるんじゃないですか、うん、トラックとかで特別焼いてくれて売ってるところもあります、ね、キャベツとかケチャップとか入れて、うん、味がちょっと変わるんですよ、いろんなトースト、これ今、うん、セットで500円だったんですよ、うん、多分その屋台とかで売ってるのは飲みやすいです、うん、あれも好きです、あれもあれでもこれ、うん、女性が食べるにはちょっと重いですよね、やっぱりお腹がいっぱいになりますよね、いっぱいになるけど、これ女性のが好きなんじゃない、味が、うん、見た目も確かに、うん、そうかもしれない、そうやなのさすが最後挨拶して終わりにします、なんだっけ、チャイムオゴスミ、えチャイムオゴスミ覚えてますよ、チャイムオゴスミ、せーの、チャイムオゴスミ、おおさっき見ましたね、韓国ドラマいやかわいい、何のドラマで、わかんない、わざと自分の顔を隠してそりゃ見るわな、そうそうそう、わざとだからそういうふうにやるんですよ、面白かったな、うん、あれ撮りたかったな